はーい、皆さんこんにちは、のぺんでございます。今回は特別編です。こちら、信長の野望新生の名称ランク付けしてみた。さあ、こちらはですね、信長の野望新生のプレイ時間が1000時間を超えた私がパワーアップキットからの追加要素名称を独断と偏見でランク付けしていくものでございます。私にとってもね、新しい試みでございますので、よかったら見ていってください。さあ、それではやっていきましょう。まずはこちら、阿蘇神社ですね。災害の発生率を低下させてくれる名称。まあこれはぶっ壊れチートでしょう。いや、この神聖においての災害はね、本当に凶悪なので、難易度を上げるともう本当に災害が頻発するわけで、もう丹念に育てたね、拠点がね、簡単にね、無にキスの、もう本当に絶望するわけ。そのね、災害をね、発生させるのを抑制してくれるありがたい名所でございます。で、お次は伊勢神宮か、維新を挙げてくれる名所。いや、これはどうだろうな。いや、超すごいに入れとくか。いや、で、やっぱね、維新がやっぱ高いっていうメリットはね、すんごい。やっぱね、維新が高いことによってね、得られるね、恩恵がね、たくさんあるので、このゲームには。で、あとは、その、皇家の誉れっていう政策をね、こう、相乗効果がすごいので、まあ、伊勢神宮はね、ほんと育てておいて、まあ、本当に損がないというか、ね、メリットばっかりなのということで、超すごいでございます。さあ、続きましてはこちら、気比神宮でございますね。気比神宮か。いやー、微妙だな。ちょっとね、私のプレイにおいて気比神宮が生きた場面がね、ほぼないから、まあこう攻め込まれた時は本当に助かると思うんだけど、まあそうなったら停戦した方が早くねっていうね。だって攻め込まれるっていう事態がもう本当にやばいから、まあだからそうなったら気比神宮そんなに生きねえんじゃねえって思うんだよね。まあとりあえず微妙に入れておこう。で、続きましては琴平宮か。港の商業力プラス、そして建設条件緩和だね。いや、これはまあ、ぶっ壊れチートでいいでしょう。いや、このね、琴平宮を作るとね、本当にね、世界変わる。金銭収入も爆上がりするし、このね、港の建設ラッシュが始まるから、もう本当ね、本当凄まじい勢いでね、その建設の提案が出てくるの。だからね、金銭収入めっちゃ上がるからね、琴平宮は本当にね、もう速攻で作った方がいいっていう名称。まあ、ということで、ぶっ壊れチートかな。で、お次は恵那神社でございますね。金山町の商業力アップ、あと建設条件緩和か。いや、これはどうだろうな。まあ、普通、まあ、役に立つか普通。これ、まあ、建てた方がいいものではあるんだけど、まあ、金山町がね、全国的にそんなに多くはないので、いや、どうだろうな。まあ、役に立つぐらいにしとこうか。ちょっとね、恵那神社は、琴平宮と比べるとやっぱこの辺かなとは思う。続きましてはこちら、高徳院ですね。国衆部隊の腰兵糧アップと壊滅時の従属低下無効。いやー、高徳院は、まあ、役立たず名所でしょう。こう多分ね、全部の中で私が一番評価低いの高徳院だわ。あのさ、国衆ってさ、みんなどう使ってる？私いつもさ、国衆足手まといだと思って外してるんだけどさ、いや、その国衆が腰兵糧増えた時点で、だから何っていうレベルなんだよな。まあ、確かにね、本庄重長とか、なんか強い武将がいる国衆とかいるけどさ、いや、だからっつってな、高徳院立ててまで国衆使おうとはならんかな。なんだろう、腰兵糧とかじゃなくてさ、能力アップとかだったら まだちょっと評価違ったかもしんないけど、まあ、腰兵糧が伸びただけなんで、高徳院は役立たず名所です。で、次はこちらですね、厳島神社。これは全城の、武将の知略特性を、アップさせてくれるっていう名所。いやー、微妙でしょこれ。いや、だいぶね、微妙な名所やと思う。まあ、だから調略とかを、まあ、頻繁にやるプレイだったら生きるとは思うんだけど、まあ、あんまり調略やんないですよね。まあ、提案されないとやらないぐらいやから、
まあちょっとこれが私活かせないかな。まあだから厳島神社は私の中では微妙かな。さあお次はこちら鹿島神宮でございますね。合戦および甲状腺の総指揮を上昇させる名所。まあこれは絶対ぶっ壊れ地図でしょう。私の中ではもう最強の名所と言っても過言ではない。このね鹿島神宮があるからクリアできたっていう場面はね何個もあったね。まあどんだけね不利な合戦とか甲状腺でもこの鹿島神宮の恩恵によって勝てたっていうのはね何回もあるからね。まあこれはね異論そんなにないんじゃないかなとは思うんだけどね。まあ私の中ではもうぶっ壊れチートの中のぶっ壊れチートで、お次はこちら諏訪大社か。馬牧場のレベルアッププラス建設条件緩和。まあこれは超すごいかな。やっぱねこの合戦においての騎馬突撃ってめちゃくちゃダメージ稼いでくれるわけで、まあそれをね上乗せしてくれるこのね諏訪大社の効果っていうのは本当凄まじいと思います。まあ、特に全国的にね馬牧場多いし、まあ、特に諏訪大社って場所がいいんだよね。そう、このね諏訪大社の周りは馬牧場たくさんあるんで。でお次はこちら熊野三山か。大農村の石高アッププラス建設条件緩和。いやこれはどうしようかな。いやこれはまあ役に立つだな。あのね確かに熊野三山は、まあ、大農村のね効果をアップさせてくれるっていうあたりはすごいんだけど、まあ、いかんせんね場所が悪いんだよね。そう新宮城はね本拠移転もしにくいし、そう。いやだからねあんまり再建まで行ったことがないかな。まあできればラッキーぐらいには思ってる程度のまあ名所ではあるかな。でお次はこちら東大寺ですね。労力をアップしてくれる名所。まあ東大寺はまあ役に立つかな。まあ、労力がね1とか2増えるだけでもすごいねゲームはねやりやすくなるんですよね。もうほんとね地味なんだけどねすんげー地味なんだけど縁の下の力持ち的にもうね労力アップは助かるんだ。まあ後々ね内政とかもねたくさんできるようになるしさ、まあ、だからね東大寺はね地味で縁の下の力持ちの役に立つ名所でございますね。で続いてはこちらですね。万願寺か。全城の武将の統率系の特性のレベルをアップさせてくれる。いやーどうだろうな。まあ普通かな。多分ね私のプレイではねその武将の特性っていうのはあんまり意識しないんですよね、まあ、だから、まあ、万願寺はどうだろうな。やっぱね統率系の特性は結構役立つものも多いから助かってる部分はあると思うんだけど、まあやっぱちょっとあんまり実感はできないのかな。多分ね万願寺はねプレイヤーによって価値観が結構変わる、名所ではあるのかな。多分人によってはね役に立つとか超すごいって言ってる人も多分ねいるんじゃないかなとは思うんだけどね。でお次は大樹寺ですね。家臣の忠誠を上げる名所でございます。まあ、これは超すごいでしょう。やっぱ忠誠を上げるってすごいよな。なんやかんやさこの PK においては忠誠心を上げる手段っていうのはたくさんあるわけだけど、多分そのたくさんある手段の中でも一番の方法が大樹寺なのかな、まあ、だって家臣全員に家宝を上げてるようなもんだもんね。でお次はこちら金峰泉寺ですね。寺の商業アップと建設条件緩和か。まあ金峰泉寺は役に立つかな。やっぱね金峰泉寺もね再建させるとめちゃめちゃね金銭収入増えるし、あとね建設条件緩和ということで寺の建設ラッシュも始まるんだけど、やっぱどうしてもね琴平宮の方が効果高いんじゃないかなとは思うんだよな。まあ、やっぱ寺がねやっぱ港ほど数が多くないから、まあ、どっちかっていうとまあ役員は立つんだけどねっていうところかな。でお次はこちら足利学校か。武将の獲得経験値を上昇させてくれる名所。いやーこれなー、これ一番評価難しいなー。まあ一旦役に立つに入れとくか。いやほんとねこの足利学校に関しては
もう序盤に立てないと意味がないっていう名称やからね。そう、序盤に立てれればね、もうマジで超すごいとかにおいてもいいんだけど、ま、なんかね、私がね足利学校再建できるタイミングでだいぶ遅いことが多いから、まあ、そうなるとね、なんかもう微妙とかになっちゃうんだよね。まあその中間ということで、まあ一旦役に立つに置いておきましょう。で、続きましてはこちら、中尊寺ですね。浄化手術に必要な労力を下げてくれる名所でございます。中尊寺か。超すごいか、ぶっ壊れだな。まあ一旦超すごいに入れておくか。中尊寺はね、ほんとすごい名所。うん、マジで。このね、なんか東大寺とはもう比べ物にならないぐらいもう派手な効果を発揮する名所でさ、この中尊寺のレベルをマックス、まあ繁栄まで行くと、この労力なしで考え水路とか商人町作れるからね、マジでね、これに関してはぶっ壊れなの。まあだけど、そう、調子に乗って建設しまくることによって金がなくなるっていうことがしばしばあるから、まあちょっとね、扱いづらい面もあるんだよね。で、次はこちらですね。中山神社か。銀山町の商業力アップと建設条件緩和。まあ、これはそうですね。まあ、役に立つかな。まあ、大体、江名神社と金峰山寺と同列だと私は思ってる。まあ、確かにね、中山神社を再建させると、金銭収入めちゃめちゃアップするんだけどね。まあ、やっぱね、全国的にも銀山町っていうのは数が少ないし、やっぱ琴平宮と比べるとちょっとインパクト弱いかなとは思う。うん。で、続きましてはこちら、出雲大社でございますね。軍の制圧速度上昇してくれる名所。まあ、これはそうだな。まあ、普通かな。まあ、確かに、軍の制圧速度って大事だとは思う。まあ、だけど、なんだろう、合戦の方が、ね、手っ取り早いし、まあ、メリットも多いし、だからね、その攻め方にもよるんだけど、出雲大社を生かせる攻め方を私はあんまりしないので、まあ、だから、まあ、これは普通かな。で、続きまして、こちら、浅間神社でございますね。これは豊作の確率を上昇してくれる名所でございます。まあ、これはそうやな。浅間神社はね、役立たずですね。うん。これはね、詐欺名所、マジで。確かに豊作っていうイベント自体はもうとんでもなくすごいの。だって豊作起きたら兵数が倍増するからね。いやね、だからすんごいんだけど、この浅間神社をまあ再建発展繁栄させたことによって確率が上がってる感じはしないね。なんかね、本当になんか豊作起きないの。だからなんかもう一回検証したいんだよな。だから皆さん的にどう、浅間神社立てたことによって豊作の確率上がってますかね。いやー、俺は上がってないと思うな。だまあだから浅間神社は役立たずに入れておきます。で、続きましてこちら、太宰府天満宮ですね。全資料の武将の内政特性のレベルを上げてくれる名所。まあ太宰府天満宮は普通かな。まあやっぱ内政特性って地味やからな。うん、まああればいいけどっていうなったら、まあ満願寺と同じぐらいになるかなとは思うんだよね。で、熱田神宮、これは全城の武将の戦闘特性のレベルを上げてくれる名所。これもまあ満願寺、太宰府天満宮と同じ、まあ普通かな。いやー、このね3つの名所はね、多分プレイヤーによって意見は分かれると思う。多分満願寺と熱田神宮あたりはなんか超すごいとか役に立つとかにあってもいいぐらいの評価はね、ある人はあると思う。いやー、ちょっとね、あんまり特性意識しないからな、私な。なんかね、なんとなく気づかないところで役に立ってるかもしれない、この3つは。まあだけど一旦普通に入れておきます。で、続きましては立石寺ですね。捕虜の登用確率を上昇してくれる名所。まあこれはまあ、超すごいかな。まあ、立石寺がね、あるとね、本当にね、捕虜の登用確率上がるっていう感じはする。
特にさ、忠誠心青の捕虜とか絶対投与してくれないじゃん。まあ、だけどね、立石寺のレベルを上げていくとね、忠誠心青の武将もね、ワンチャン来てくれる時があるから、本当にね、これはね、目に見えて効果がある名所だと思う。うん、浅間神社とは大違い。まあだから立石寺は超すごいかな。さあ、すべてのランク付け終了しました。こんな感じでございます。まあもちろんね、私の独断と偏見によってランク付けされたものなので、まあ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 、もちろん異論は認めます。まあだけどなんか私の中ではね、しっくりくるランク付けになりましたね。まあただね、万願寺とかね、熱田神宮とか、もっとね、なんかこう、しっかり意見を言えたらいいなっていう名称もね、何個かあるんだよな。まあただ気になるのはやっぱ浅間神社かな。やっぱね、豊作の確率上がってない気がすんだよな、こいつ。この詐欺名所が。まあちょっと皆さん、ちょっとご意見ください。さあ、ということで、今回はここまでにしましょうか。さあ、ということでね、信長の野望実況、これからもね、頑張っていきますんで、応援よろしくお願いします。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のべんでした。さよなら、ありがとうございました。またこういうランク付けやってみたいと思いますんで、楽しみにしててください。